ぐっすり眠れる優しいおやすみ朗読の部屋ご視聴いただきありがとうございます佐藤久美子です2024年5月25日土曜日にアップをしたものですはじめに聞きたい作品が 終わりの方やこのオープニングを飛ばして朗読を聞きたい方は概要欄をご覧いただきますとお好きな場所からお聞きいただけますさてこのチャンネルでは作者やジャンルの違う作品を集めて朗読ボックスとしてお届けしています今回は 僕の帽子のお話、有島武雄。毒もみの好きな所長さん、宮沢賢治。アヒルさんと鶏さん、村山和子。猫の大芝居、福娘童話集。四作です。 こちらのチャンネルを登録いただきますと、この朗読の部屋を見つけていただきやすくなります。そして、よかったと感じていただけましたら、高評価ボタンも押していただけますと、大変うれしく励みになります。また、感想や、 好きだった作品をコメント欄で教えていただけましたら、とっても嬉しいです。ぜひ、お気軽に書き込んでください。では、今晩もぐっすり眠れますように。おやすみなさい。 僕の帽子のお話。有島武雄。僕の帽子は、お父さんが東京から買ってきてくださったのです。値段は2円80銭で、格好もいいし、シャも上等です。 お父さんが大切にしなければいけないとおっしゃいました。僕もその帽子が好きだから大切にしています。夜は寝るときにも手に持って寝ます。綴り方のときにこういう作文を出したら 先生がみんなにそれを読んで聞かせて、寝るときにも手に持って寝ます。寝るときにも手に持って寝ます。と、二度そのところを繰り返して、わはははとお笑いになりました。みんなも先生が 大きくちをあいておわらいになるのをみるといっしょになってわらいました。ぼくもおかしくなってわらいました。そうしたらみんながなおのことをわらいました。そのたいせつなぼうしがなくなってしまったのですからぼくはほんとうにこまりました。 いつもの通りご機嫌ようをして、本の包みを枕元に置いて、帽子のピカピカ光るひさしをつまんで寝たことだけは、ちゃんと覚えているのですが、それがどこへか見えなくなったのです。目を覚ましたら、本の包みはちゃんと枕元にありましたけれども、 帽子はありませんでした。奥は驚いて、半分寝床から起き上がって、あっちこっちを見回しました。お父さんもお母さんも、何にも知らないように、奥のそばでよく寝ていらっしゃいます。僕は、お母さんを起こそうかと、ちょっと思いましたが、 お母さんが、お前さん、お寝ぼけね、ここにちゃんとあるじゃありませんか。と言いながら、わけなく見つけ出しでもなさると、少し恥ずかしいと思って、起こすのをやめて、買い巻きの袖をまくり上げたり、枕の近所を探してみたりしたけれども、やっぱりありません。 よく探してみたらすぐに出てくるだろうとはじめのうちは思ってそれほど心配はしなかったけれどもいくらそこいらを探してもどうしても出てこようとはしないのでだんだん心配になってきてしまいには喉が干からびるほど心配になってしまいました 寝床の裾の方もまくってみました。もしや、手に持ったままで帽子のありかを探しているのではないかと思って、両手を目の前に突き出して、手のひらと手の甲と指の間とをよく調べてもみました。ありません。僕は、 胸がドキドキしてきました。昨日買っていただいた特本の地引きが一番大切で、その次に大切なのは帽子なんだから、僕は悲しくなりだしました。涙が目にいっぱいたまってきました。僕は 泣いたってダメだよ、と、涙を叱りつけながら、そっと寝床を抜け出して、本棚のところに行って、上から下までよく見ましたけれども、帽子らしいものは見えません。僕は本当に困ってしまいました。帽子を持って寝たのは、おとといの晩で、 昨夜はひょっとするとそうするのを忘れたのかもしれない。と、ふとその時思いました。そう思うと、持って寝たようでもあり、持つのを忘れて寝たようでもあります。きっと忘れたんだ。そんなら中の口に置き忘れてあるんだ。 そうだ。僕は飛び上がるほど嬉しくなりました。中の口の帽子かけに、ひさしのピカピカ光った帽子が、知らんかをしてぶら下がっているんだ。なんのこった。と思うと、僕は一人でに面白くなって、ふすまをガラッと勢いよく開けましたが、 その音にお父さんやお母さんが目をおさましになると大変だと思って、後ろを振り返ってみました。物音にすぐ目の覚めるお母さんも、その時にはよーく寝ていらっしゃいました。僕はそーっとふすまを閉めて、中の口の方に行きました。 いつでもそこの伝統は決してあるはずなのに、その晩ばかりは昼のように明るくなっていました。何でもよく見えました。中の口の帽子かけには、お父さんの帽子の隣に、僕の帽子が威張り腐ってかかっているに違いないとは思いましたが、なんだかやはり心配で、 僕はそこに行くまでなるべくそっちの方を向きませんでした。そしてしっかりその前に来てからパーをするように急に上を向いてみました。お父さんの茶色の帽子だけが知らん顔をしてかかっていました。あるに違いないと思っていた 僕の帽子はやはりそこにもありませんでした。僕はせかせかした気持ちになってあっちこっちを見回しました。そうしたら中の口の格子戸に黒いものが挟まっているのを見つけ出しました。点灯の光でよく見ると驚いたことには それが僕の帽子らしいのです。僕は夢中になって、そこにあった草履を引っ掛けて飛び出しました。そして格子戸を開けて、ひしゃげた帽子を拾おうとしたら、不思議にも格子戸が一人でに音もなく開いて、帽子がひょい 往来の方へ転がり出しました。格子戸の向こうには雨戸が閉まっているはずなのに、今夜に限ってそれも開いていました。けれども僕はそんなことを考えてはいられませんでした。帽子がどこかに見えなくならないうちにと思って、慌てて僕も 帽子戸の空き間から駆け出しました。見ると帽子は投げられた円盤のように二三弦先をくるくると回っていきます。風も吹いていないのに不思議なことでした。僕は何しろ一生懸命に駆け出して帽子に追いつきました。まあよかった。 と安心しながら、それを拾おうとすると、帽子は上手に僕の手から抜け出して、コロコロと二三軒先に転がっていくではありませんか。僕は大急ぎで立ち上がって、また後を追いかけました。そんな風にして、帽子は僕につかまりそうになると、二軒転がり、 三軒転がりして、どこまでも僕から逃げ延びました。四角の学校の道具を売っているおばさんのところまで来ると、帽子のやつ、そこに立ち止まって、駒のように三四辺横回りをしたかと思うと、調子をつけるつもりか、ちょっと飛び上がって、地面に落ちるや否や、 学校の方を向いて驚くほど早く走り始めました。みるみる歯医者のちの前を通り過ぎて、死従僕たちをからかう小僧のいる酒屋の天水桶に飛び乗って、そこからまたキリキリ舞いをして桶の向こうに落ちたと思うと、今度はハス向こうの 三軒長屋の格子窓の中ほどのところを風に吹きつけられたようにかすめて通ってそれからまた往来の上を人通りがないのでいい気になって走ります僕も帽子の走る通りを右に行ったり左に行ったりしながら追いかけました 夜のことだから、そこいらは気味の悪いほど暗いのだけれども、帽子だけははっきりとしていて、気性までちゃんと見えていました。それなのに帽子はどうしてもつかまりません。はじめのうちはおもしろくも思いましたが、そのうちに悔しくなり、腹が立ち、 しまいには情けなくなって泣き出しそうになりました。それでも僕は我慢していました。そして、おい、待ってくれと声を出してしまいました。人間の言葉が帽子にわかるはずはないと思いながらも、声を出さずには、 いられなくなってしまったのです。そうしたらどうでしょう。帽子が、その時はもう学校の正門のところまで来ていましたが、急に立ち止まって、こっちを振り向いて、やーい、追いつかれるものなら追いついてみろ。 と言いました。確かに、帽子がそう言ったのです。それを聞くと僕は、何くそ、と負けない気が出て、いきなりその帽子に飛びつこうとしましたら、帽子も僕も一緒になって、学校の正門の鉄の扉を何の雲なく突き抜けていました。 と思うと、思う僕は梅組の教室の中にいました。僕の組は松組なのに、どうして梅組に入り込んだかわかりません。飯本先生が一銭どうかを一枚皆に見せていらっしゃいました。これを何枚飲むとおなかの痛みが治りますか お聞きになりました。一枚飲むと治ります。と、すぐ答えたのは、暴れ坊主の栗原です。先生が頭を振られました。二枚です。と、今度は、おとなしい伊藤が手を挙げながら言いました。 よろしい、その通り。僕は、伊藤はやはりよくできるのだな、と感心しました。おや、僕の帽子はどうしたろうと、今まで先生の手にあるどうかにばかり気を取られていた僕は、不意に気がつくと、 大急ぎでそこらを見回しました。どこで見失ったか、そこいらに帽子はいませんでした。僕は慌てて教室を飛び出しました。広い野原に来ていました。どっちを見ても短い草ばかり生えた広い野です。 いくらに曇った空に僕の帽子が黒い月のように高くぶら下がっています。とても手も何も届きはしません。飛行機に乗って追いかけてもそこまでは行けそうにありません。僕は声も出なくなって恨めしくそれを見つめながら地段田を踏むばかりでした。 けれども、いくら自弾打を踏んで睨みつけても、帽子の方は平気な顔をして、そっぽを向いているばかりです。こっちから何か言いかけても、返事もしてやらないぞ、というような、意地悪な顔をしています。お父さんに、帽子が逃げ出して、天に昇って、まっ 黒なお月様になりました。と言ったところが、とても信じてくださりそうにはありませんし、明日からは帽子なしで学校にも通わなければならないのです。こんな馬鹿げたことがあるものでしょうか。あれほど大事に可愛がってやっていたのに、 帽子はどうして僕をこんなに困らせなければいられないのでしょう。僕はなおなお悔しくなりました。そうしたらまた涙という厄介者が両方の目からポタポタと流れ出してきました。野原はだんだん暗くなっていきます。 どちらを見ても人っ子一人いませんし人のうちらしい日の光も見えませんどういうふうにして家に帰れるのかそれさえわからなくなってしまいました今までそれは考えてはいないことでしたひょっとしたら タヌキが帽子に化けて、僕をいじめるのではないかしら。タヌキが化けるなんて、大嘘だと思っていたのですが、その時ばかりは、どうもそうらしい気がして、仕方がなくなり始めました。帽子を売っていた東京の店が、タヌキの巣で、お父さんが化かされていたんだ。 タヌキが僕を山の中に連れ込んでいくために、第一にお父さんを化かしたんだ。そういえば、あの帽子はあんまり僕の気に入るようにできていました。僕はだんだん気味が悪くなって、そっと帽子を見上げてみました。そしたら、 真っ黒なお月様のような帽子が小さく丸まったタヌキのようにも見えましたそうかと思うとやはり奥の大事な帽子でしたその時遠くの方で奥の名前を呼ぶ声が聞こえ始めました 泣くような声もしました。いよいよ、タヌキの親方が来たのかな、と思うと、僕は恐ろしさに背骨がぎゅっと縮み上がりました。ふと僕の目の前に、僕のお父さんとお母さんとが、目まきのままで、目を泣き晴らしながら、大騒ぎをして、 僕の名を呼びながら探し物をしていらっしゃいます。それを見ると僕は悲しさと嬉しさとが一緒になっていきなり飛びつこうとしましたが、やはりお父さんとお母さんもきの化けたのではないかとふと気がつくと、なんだか薄気味が悪くなって飛びつくのをやめました。 そして、よーく二人を見ていました。お父さんもお母さんも、僕がついそばにいるのに少しも気がつかないらしく、お母さんは僕の名を呼び続けながら、タンスの引き出しを一生懸命に尋ねていらっしゃるし、お父さんは、涙で曇るメガネを拭きながら、 本棚の本を片っ端から取り出して見ていらっしゃいます。そうです。そこには、うちにある通りの本棚とタンストが来ていたのです。僕はいくらそんなところを探したって僕はいるものかと思いながら、しばらくは見つけられないのをいいことにして、 黙って見ていました。どうも、あれがこの本の中にいないはずはないのだがなあと、やがてお父さんがお母さんにおっしゃいます。いいえ、そんなところにはいません。またこのタンスの引き出しに隠れたなりで、 いつの間にか寝込んだに違いありません。月の光が暗いのでちっとも見つかりはしない。と、お母さんはいらいらするように泣きながらお父さんに返事をしていられます。やはりそれは本当のお父さんとお母さんでした。それに違いありませんでした。 あんなに僕のことを思ってくれるお父さんとお母さんが他にあるはずはないのですもの。僕は急に勇気が出てきて、顔中がニコニコ笑いになりかけてきました。わっと言って二人を驚かしてあげようと思って、いきなり大きな声を出して二人の方に走り寄りました。 ところがどうしたことでしょう。僕の体は学校の鉄の扉を何のくもなく通り抜けたようにお父さんとお母さんとを空気のように通り抜けてしまいました。僕は驚いて振り返ってみました。お父さんとお母さんとはそんなことがあったのは少しも知らないように 相変わらず本棚とタンス等をいじくっていらっしゃいました。僕はもう一度二人の方に進み寄って二人に手をかけてみました。そうしたら二人ばかりではなく本棚までもタンスまで空気と同じように触ることができません。 それを知ってか知らないでか、二人は前の通り一生懸命に泣きながらしきりと僕の名を呼んで僕を探していらっしゃいます。僕も声を立てました。だんだん大きく声を立てました。お父さん、お母さん、僕ここにいるんですよ。 お父さん、お母さん。けれども、ダメでした。お父さんもお母さんも、僕のそこにいることは少しも気づかないで、夢中になって、僕のいもしないところを探していらっしゃるんです。僕は情けなくなって、本当に、 おいおい声を出して泣いてやろうかと思うくらいでした。そうしたら、僕の心にえらい知恵が湧いてきました。あの狸帽子が天のところでいたずらをしているので、お父さんやお母さんは僕のいるのがおわかりにならないんだ。そうだ。 あの帽子に化けている狸親父を聖伐するより他はない。そう思いました。で僕は空中にぶら下がっている帽子をめがけて飛びついてそれをいじめて白状させてやろうと思いました。僕は高跳びの身構えをしました。それで o n h e mark, get set, go! 力いっぱい跳ね上がったと思うと、僕の体はどこまでもどこまでも上の方へと登っていきます。面白いように登っていきます。とうとう帽子のところに来ました。僕は力み返って、 帽子をうんとつかみました。帽子が痛いと言いました。その表紙に帽子が天の釘から外れでもしたのか、僕は帽子をつかんだまま真っ逆さまに下の方へと落ち始めました。どこまでもどこまでも、もう草原に足がつきそうだと思うのに、 そんなこともなく、再現もなく落ちていきました。だんだん底いらが明るくなり、雷が鳴り、しまいには目も開けていられないほど、眩しい火の海の中に入り込んでいこうとするのです。そこまで落ちたら、焼け死ぬほかはありません。 帽子が大きな声を立てて、助けてくれ、と怒鳴りました。僕は恐ろしくて、ただうなりました。僕は、誰かに、身をゆすぶられました。びっくらして目を開いたら、 夢でした。雨戸を半分開けかけたお母さんが、僕のそばに来ていらっしゃいました。あなた、どうかおしかえ。大変にうなされて。お寝ぼけさんね、もう学校に行く時間が来ますよ。 と、おっしゃいました。そんなことはどうでもいい。僕はいきなり枕元を見ました。そうしたら、僕はやはり、五を大事に、ひさしのピカピカ光る二円八十銭の帽子を、右手で握っていました。 僕は随分うれしくなってそれからニコニコとお母さんの顔を見て笑いました毒もみの好きな所長さん宮沢賢治 つの冷たい谷川がカラコン山の氷河から出てゴごゴし白い泡を吐いてプハラの国に入るのでした四つの川はプハラの町で集まって一つの大きな静かな川になりましたその川はふだんは水も透き通り縁には 雲や木の影も映るのでしたが、一辺洪水になると、幅十兆もある柳の生えた広い河原が、恐ろしく吠える水でいっぱいになってしまったのです。けれども水が引きますと、元のきれいな白い河原が現れました。 その河原のところどころには、葦やガマなどの岸に生えた細長い沼のようなものがありました。それは昔の川の流れた跡で、洪水のたびにいくらか形も変わるのでしたが、すっかりなくなるということもありませんでした。その中には、 魚がたくさんおりました。ことに、土壌とナマズがたくさんおりました。けれども、プハラの人たちは、土壌やナマズは、みんなバカにして食べませんでしたから、それはいよいよ増えました。ナマズの次に多いのは、やっぱり、 恋と船でした。それから早もおりました。ある年などは、そこに恐ろしい大きな蝶ザメが海から逃げて入ってきたという評判などもありました。けれども、大人や賢い子供らは、みんな本当にしないで笑っていました。 第一、それを言い出したのは、カミソリを二丁しか持っていない、下手な床屋のリチキで、少しも当てにならないのでした。けれども、あんまり小さい子供らは、毎日蝶ザメを見ようとして、そこへ出かけていきました。いくら真面目に眺めていても、そんな大きな蝶ザメは、 泳ぎも浮かびもしませんでしたから、しまいにはリチキは大変軽蔑されました。さて、この国の第一条の、火薬を使って鳥をとってはなりません。毒もみをして魚をとってはなりません。という、 その毒もみというのは何かと言いますと、床屋のリチはこういうふうに教えます。山椒の皮を春の馬の日の闇夜に向いて、土用を二回かけて乾かし、薄でよくつく。その目方一巻目を天気のいい日に もみじの木を焼いてこしらえた木培七百文目と混ぜる。それを袋に入れて水の中へ手でもみ出すことです。そうすると魚はみんな毒を飲んで口をあぶあぶやりながら白い腹を上にして浮かび上がるのです。そんな風にして水の中で死ぬことは この国の言葉ではエップカップと言いました。これはずいぶんいい言葉です。とにかくこの毒もみをするものを抑えるということは警察の一番大事な仕事でした。ある夏、この町の警察へ新しい署長さんが来ました。 この人はどこかカワウソに似ていました。赤ひげがピンと跳ねて、歯はみんな銀の入れ歯でした。所長さんは立派な金のモールのついた長い赤いマントを着て、毎日丁寧に街を見回りました。ロバが頭を下げてると、 荷物があんまり重すぎないかと、ロバ追いに尋ねましたし、家の中で赤ん坊があんまり泣いていると、放送のまじないを早くしないといけないと、お母さんに教えました。ところがその頃、どうも規則の第一条を用いないものができてきました。あの河原の あちこちの大きな水たまりから、一向魚が釣れなくなって、時々は死んで腐ったものも浮いていました。また、春の馬の日の夜の間に、町の中にたくさんある山椒の木が、たびたびつるりと川を向かれておりました。けれども、所長さんも巡査も、 そんなことがあるかなあという風うでした。ところがある朝、手習いの先生のうちの前の草原で、二人の子供がみんなに囲まれて変わる変わる話していました。所長さんにうんと叱られたぞ。 所長さんに叱られたのかい少し大きな子供が聞きました。叱られたよ。所長さんのいるのを知らないで石を投げたんだよ。すると、あの沼の岸に所長さんが誰か三四人と隠れて、毒もみをするものを抑えようとしていたんだ。 なんと言って叱られた誰だ石を投げる者は。俺たちは第一条の犯人を抑えようと思って一日ここにいるんだぞ。早く黙って帰れ。って言った。じゃあきっとまもなく捕まるね。ところが、 それから半年ばかり経ちますと、また子供らが大騒ぎです。そいつはもう確かなんだよ。僕の証拠というのはね、ゆうべお月様の出る頃、所長さんが黒い衣だけ着て、頭巾をかぶってね、変な人と話してたんだよ。ね、空。 あの鉄砲打ちの小さな変な人ね。そしてね、おい、今度はもう少しよく粉にしてこなくちゃいかんぞ。なんて言ってるだろう。それから鉄砲打ちが何か言ったら、なんだ、かしわの木の皮も混ぜておいたくせに、一票二テールだなんてあんまり無法なことを言うな。 なんて言ってるだろうきっと、山椒の皮の粉のことだよ。すると、もひとりが叫びました。あ、そうだ。あのね、所長さんがね、僕のうちから灰を二票買ったよ。僕、持っていったんだ。ね。そら、山椒の粉へ混ぜるのだろう そうだ、そうだ、きっとそうだ。みんなは手を叩たたいたり、拳を握ったりしました。床屋のリチは、商売が流行らないで暇なもんですから、後でこの話を聞いて、すぐ勘定しました。毒もみ収支計算。費用の部。一。 金二テール、参照革一票。一、金三十名数、灰一票。計二テール三十名数なり。収入の部。一、金十三テール、うなぎ十三金。一、金十テール、その他見積もり。 計23テールなり、差し引き勘定20テール70名数所長利益。あんまりこんな話が盛んになって、とうとう小さな子供らまでが、巡査を見るとわざと遠くへ逃げていって、どくもみ巡査、なまずはよこせ。 なんて、力いっぱい、体まで曲げて叫んだりするもんですから、これではとてもいかんというので、うはらの町長さんも、仕方なく、家来を六人連れて、警察に行って、所長さんに会いました。二人が一緒に応接室の椅子に腰掛けたとき、所長さんの金色の目は、どこかずーっと、 とした。所長うさんご存知じでしょうか近頃、林や取締まり法の第一条を破るものが大変あるそうですがどうしたのでしょうはあそんなことがありますかなあ。 どううもあるそうですよ。私の家の山椒の皮も剥がれましたしそれに魚がたびたび死んで浮かび上がるというではありませんかすると所長さんがなんだか変に笑いましたけれどもそれも気のせいかしらと蝶々さんは思いましたはあ そんな評判がありますかなあ,ありますとも。どうも。そしてその、子供らがあなたの仕業と言いますが困ったもんですなあ。所長さんは椅子から飛び上がりました。そいつは大変だ。奥の名誉にも関係します。 早速犯人を捕まえます。何かお手がかりがありますかさあ、そうそう、ありますとも。ちゃんと証拠が上がっています。もうおわかりですかよくわかってます。実は毒もみは、 私ですがね。所長さんは、蝶々さんの前、顔を突き出して、この顔を見ろというようにしました。蝶々さんも驚きました。あなたやっぱり、そうでしたかそうです。そんなら、もう、確かですね。 確かですとも。所長さんは落ち着いてテーブルの上の鐘を一つカーンと叩いて赤ひげのもじゃもじゃ生えた第一刀の探偵を呼びました。さて所長さんは縛られて裁判にかかり死刑ということに決まりました。いよいよ大きな曲がった刀で 首を落とされるとき、所長さんは笑って言いました。ああ、面白かった。俺はもう、毒もみのことと来たら、まったく夢中なんだ。いよいよ今度は、地獄で、毒もみをやるかな。みんなはすっかり、感服しました。 アヒルさんとニワトリさん村山和子親切なアヒルのお母さんニワトリさんがアヒルさんのところへ遊びに行きました。アヒルさんは鉛筆を5本もなくしてしまったので、 困っています。アヒルさんはニワトリさんに言いました。僕はどうも鉛筆はお池の中にあるような気がするよ。とお池の中へ飛び込んで探し始めました。ニワトリさんは言いました。僕はどうも 畑の中に落っこちているような気がするよ。と、畑をほじくり返しました。けれども、見つかりませんでした。二人は一日中、ほじくったり潜ったりしたので、泥だらけになりましたので、アヒルのお母様がお風呂に入れてくださいました。そして、 こんなにきれいになりましたのでごほうびにえんぴつをくださいましたアヒルさんのおかあさんはアヒルさんのおたんじょうびににわとりさんとにわとりさんのおかあさ,さ,さんをごちそうによびました。 食堂に入ってごちそうを食べようとしますと、急に停電で真っ暗になりました。一時間ばかりして電気がついてテーブルの上を見ますと、たくさんあったごちそうは影も形もなくなっています。アヒルさんと鶏さんが暗いうちに食べてしまったからです。 アヒルのおかあさんとにわとりのおかあさんはがっかりしましたがしかたがありませんのでこうちゃだけでがまんしましたわがままをいったばかりにあひるさんはおかあさんに 素敵な帽子を買っていただきましたが、気に入りません。学校へ行くのに、この通り、帽子を羽の下へ隠していきました。リさんは、新しいお靴を買っていただいたのに、あんまり新しすぎて恥ずかしいや、と言って、カバンの中へねじ込んで、はだしで学校へ。 学校へ行きますと二人は頭と足が痛くなりました。先生はすぐ二人を自動車に乗せてお家へ送り届けておっしゃいました。もう二三日は男の中でじっとしていないといけません。二人はベッドの中で泣きました。けれども いたししございませんでしたプールへ行きましたアヒルさんとニワトリさんは暑くてたまらないので黒と赤との水着を着てプールへ出かけましたアヒルさんは水泳の選手なので 大得意になって水中メガネなんぞかけたりして泳ぎ回りました。鶏さんは怖くて水の中に入れません。高い木のてっぺんに止まってアヒルさんの泳ぐのを見ました。そのうちにアヒルさんは水の中にあんまり長くいたので寒くなって震え出しました。 鶏さんはたかいところにいたのであつくてあせがながれました。それをみたしんせつなプールのばんにんのかちょうのおじさんがふたりをボートにのせてくれましたのでふたりはやっとさむさとあつさがとまってゆかいにあそびました。 臆病なアヒルさん。アヒルさんが、ある日、お母様からいただいた、おいしそうな大きな桃を持っていますと、後ろで、アヒルちゃんや、という声がしました。アヒルさんは後ろを振り向いてみると、自分よりもっともっと大きなアヒルさんが突っ立っていますので、 驚いて逃げました。桃を取られると大変だと思ったので、アヒルさんはミワトリさんのお家に入って、ニワトリさんと二人で、遠い内側から押さえて、桃をポケットの中へ隠しました。そして、窓から外を覗いてみますと、それはアヒルさんの お父様だったのですまあなんてアヒルさんはあわてものなんでしょうアヒルさんとニワトリさんはのんきものアヒルさんとニワトリさんが見えなくなりましたお母さんたちはほうぼをさがしまわりましたけれど どうしても見つかりません。鶏さんとアヒルさんのお母さんは、探偵の犬さんのところへ行って探してくれるように頼みました。探偵の犬さんは、早速やってきて、お花をくんくん鳴らして探しましたが、見つかりません。虫眼鏡で家の中を見回して、 犬さんは申しました。なるほど、なるほど。ここに足跡がちゃんとあります。ご心配いりません。お二人は多分、この戸棚の中で昼寝をしていらっしゃるんでしょう。そしてまったく、犬さんの言った通りでございました。 泥だらけののり巻き。鶏さんとアヒルさんは、お母さんにごちそうをこしらえていただいて、野原へ遊びに出かけました。途中で何が気に障ったのか、二人は急につむじを曲げ始めました。一方が走り出すと、一方はのろのろ歩いたり、 一人が左を歩くと、一人は右を歩いたりいたしました。やっと野原についてお弁当を食べることになりましたが、二人はおごちそうを見られると尺だと思って、バスケットを手で囲って肘を突っ張りました。すると、あんまり肘を突っ張りすぎたので、二人のバスケットは、 一度にコロ,コロとひっはりょうほうともおなじのりまきだということだけはわかりましたがおなかがすいていてもたべることができません。なぜってとろだらけになっちまいましたもの。 アヒルさんとニワトリさんは仲良しお三時に紅茶を飲みましたニワトリさんはチビチビとアヒルさんはガブガブとこれは二人の生まれつきだからどうにも仕方ございませんアヒルさんのお茶碗はすぐ空っぽになりました あんまり早く飲みすぎて、まだまだ足りません。それを見た鶏さん。まだいっぱいあるので、半分だけ分けてあげました。後で、鶏さんが砂遊びをしたくて、裏の庭へ砂いじりに行こうよ。と言いましたら、アヒルさんは水遊びがしたかったけれど、うん。 いいとも。と言って、裏の庭へ行きました。ふたりは、きょうは朝から、とても仲がよろしいのです。いじめっこの犬さん。アヒルさんとニワトリさんに、このごろひどくこまったことがあるのです。 それは、毎日学校に行く途中の曲がり角に犬さんがいて意地悪をするのです。二人は怖くて仕方がないので、遠回りをして学校に行きましたが、やはり犬さんが学校の門に隠れていて、あかんべえをしたり、飛びかかる真似をしたりします。犬さんの家は洗濯屋で、 お父さんの犬さんは、毎日鶏さんとアヒルさんのうちにご用聞きに参ります。二人は恥ずかしくて仕方がありませんでしたが、犬さんのお父さんに、犬さんに意地悪をしないように言ってください、と頼みました。洗濯屋の犬さんは、はい、はい、よろしゅうございます。 と言いましたので。二人は大変。安心いたしました。猫の大芝居。福娘童話集。昔々。 あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいましたふたりはわかいころからいっしょうけんめいはたらいてきましたがちっともくらしがらくになりませんそれでもふへいもいわずにまいにちげんきにはたらけるのはかみさまのおかげです 神様にかんしゃしながらくらしていましたあるひのことおじいさんがいいましたわしらにもこどもがあるとよかったのだがほんとうですねいまさらこどもはむりですけどせめてねこのこでもかいたいですね するとその日の夕方、どこからともなく一匹のブチ猫が迷い込んできたのです。これはきっと神様が授けてくださったに違いない。この猫を今日から私たちの子供にしましょう。おじいさんとおばあさんは 猫にブチという名前をつけて、それはそれは大事に育てました。ブチもすっかり二人に懐いて、どこへでもついてきて、にゃーにゃーと甘えます。二人はブチがかわいくて、美味しいものがあると、自分たちが食べないでもブチに食べさせます。 こうして十三年も経つうちに、小さかったブチもすっかり年寄りになりました。賢いブチは自分で障子の開け閉めもできれば留守番だってできますが、年をとったために動きが鈍くて、庭で遊んでいる小鳥にまでからかわれる始末です。 ところがブチよりも、おじいさんとおばあさんのほうがもっと体が弱ってきて、畑仕事や川へ洗濯に行くのもしんどくなってきました。ある晩、おばあさんが言いました。おじいさん、私たちもずいぶん歳をとったけど、ブチも人間なら、 私たち以上の年寄りです。これではどちらが先に死ぬかわかりません。うまい具合にブチが先に死んでくれたらいいのですが、私たちが先に死んだらどうしましょう。そうだなあ。できることならみんなで一緒にあの世へ行けたらうれしいのに。 うちはいろりのふちでいねむりをしながらふたりの話を聞くともなしに聞いていましたが、突然体を起こすとふたりの間に座り、前足をきちんと揃えて言いました。オラ、長い間ふたりにかわいがってもらいましたが、そろそろお暇をいただきたい。 猫がいきなり口を聞いたので、おじいさんもおばあさんもびっくりして顔を見合わせます。それでもおばあさんが無ちに言いました。まさか、お前に人間の言葉がわかるとは思わなかったので、とんだ話を聞かせてしまった。私たちはまだまだ元気だから、安心してここにいてくれ。 おじいさんもブチの背中を撫でながら、そうさ、かわいいお前を残して誰が死ぬもんか、死ぬときはおばあさんもお前も一緒じゃよ。と言いました。するとブチが言いました。お二人の気持ちは、ほら、涙が出るほど嬉しいです。 でもやっぱり、これ以上心配をかけるわけにはいきません。ところで、二人とも芝居が大好きでしたね。かわいがってもらったお礼に芝居を見せたいと思いますが、どんな芝居がいいですか芝居なんかいいから、このまま一緒にいてくれ。いいえ。 おらもそろそろ仲間のところへ戻りますからそう言われるとおじいさんもおばあさんも引き止めることはできませんでしたさあどんな芝居を見たいか言ってくださいそうさなあ何しろ芝居を見たのは若い頃で それも中心蔵という芝居を一回きりです。そうだ、中心蔵が見たい。二人は同時に言いました。それでは、中心蔵を始めから終わりまでたっぷり見せてあげましょう。うちは長いひげをピンと伸ばして、 では、本当に長い間お世話になりました。来月三日のお昼、裏山の空き地へ来てください。というと、おばあさんにつけてもらった首の鈴を鳴らしながら家を出て行きました。次の日からはうちのいない寂しい暮らしです。 ああ、無事に会いたい。早く三日が来ないかなあ。おじいさんもおばあさんも三日が来るのを指折り数え、やがて三日がやってきました。おじいさんとおばあさんはお昼になるのを待ちかねて裏山へ登っていきます。でも、空き地には 大きな石が転がっているだけで誰もいません。猫は年をとると化けるというが、こりゃぶブチのやつにだまされたのかな。いいえ、うちのブチはそんな猫じゃありません。きっとやってきます。ふたりで話し合っていると、 近くの草むらで、ちりりんと、鈴の音がしました。それ来た。あの鈴の音は、ブチのものに違いない。そう言って、おばあさんが立ち上がると、草の中からひょいっと、ブチが現れました。おじいさん、おばあさん、よく来てくれました。さあ、 そこの石にすわってゆっくり見物していってください。うちはていねいにあたまをさげると草の中にすがたをけしました。そのとたん、ちょんというひょうしぎのおとがひびいて草原の中にりっぱなぶたいがあらわれました。うしろにはしろいまくもはってあります。 こりゃあすごい、本物の舞台だ。二人がびっくりしていると、さっと幕が開いて、役者が次々と舞台へ出てきました。どの役者もきれいな衣装をつけていて、後ろには三味線を弾く人や歌を歌う人がずらりと並んでいます。やがて芝居が始まりました。 どの役者も実に芝居が上手で、二人はただもう夢中で舞台を眺めました。うまいなあ、なんて綺麗だ。幕が開いては閉まり、閉まっては開き。中心蔵の長い芝居が終わった時には、まるで夢の中にいる気分です。 よかったねおじいさん。ああ、こんな立派な芝居を見るのは生まれて初めてじゃ。二人がほっとして、もう一度前を見たら、舞台は跡形もなく消えていて、元の草原に変わっていました。にゃー。 その時、どこかで猫の鳴く声がしました。でもブチは、それっきり、二度と姿を見せなかったそうです。おしまい。 僕の帽子ののお話有島武雄僕の帽子はお父さんが東京から買ってきてくださったのです。値段は2円80銭で格好もいいしシャも上等です。 お父さんが大切にしなければいけないとおっしゃいました。僕もその帽子が好きだから大切にしています。夜は寝るときにも手に持って寝ます。つづり方のときにこういう作文を出したら 先生がみんなにそれを読んで聞かせて、寝るときにも手に持って寝ます。寝るときにも手に持って寝ます。と、二度そのところを繰り返して、わはははとお笑いになりました。みんなも先生が 大きな口を開いてお笑いになるのを見ると一緒になって笑いました。僕もおかしくなって笑いました。そうしたらみんながなおのことを笑いました。その大切な帽子がなくなってしまったのですから僕は本当に困りました。 いつもの通りご機嫌ようをして、本の包みを枕元に置いて、帽子のピカピカ光るひさしをつまんで寝たことだけは、ちゃんと覚えているのですが、それがどこへか見えなくなったのです。目を覚ましたら、本の包みはちゃんと枕元にありましたけれども、 帽子はありませんでした。僕は驚いて、半分寝床から起き上がって、あっちこっちを見まわしました。お父さんもお母さんも、何にも知らないように、僕のそばでよく寝ていらっしゃいます。僕は、お母さんを起こそうかと、ちょっと思いましたが、 お母さんが「お前さんお寝ぼけねここにちゃんとあるじゃありませんか」と言いながらわけなく見つけ出しでもなさると少し恥ずかしいと思って起こすのをやめて買い巻きの袖をまくり上げたり枕の近所を探してみたりしたけれどもやっぱりありません。 よく探してみたらすぐに出てくるだろうとはじめのうちは思ってそれほど心配はしなかったけれどもいくらそこいらを探してもどうしても出てこようとはしないのでだんだん心配になってきてしまいには喉が干からびるほど心配になってしまいました 寝床の裾の方もまくってみました。もしや、手に持ったままで帽子のありかを探しているのではないかと思って、両手を目の前に突き出して、手のひらと手の甲と指の間とをよく調べてもみました。ありません。僕は、 胸がドキドキしてきました。昨日買っていただいた特本の地引きが一番大切で、その次に大切なのは帽子なんだから、僕は悲しくなりだしました。涙が目にいっぱいたまってきました。僕は 泣いたってダメだよ、と涙を叱りつけながら、そっと寝床を抜け出して、本棚のところに行って、上から下までよーく見ましたけれども、帽子らしいものは見えません。僕は本当に困ってしまいました。帽子を持って寝たのはおとといの晩で、 昨夜はひょっとするとそうするのを忘れたのかもしれない。と、ふとその時思いました。そう思うと、持って寝たようでもあり、持つのを忘れて寝たようでもあります。きっと忘れたんだ。そんなら中の口に置き忘れてあるんだ。 そうだ。僕は飛び上がるほど嬉しくなりました。中の口の帽子かけに、ひさしのピカピカ光った帽子が、知らん顔してぶら下がっているんだ。なんのこった。と思うと、僕は一人でに面白くなって、ふすまをガラッと勢いよく開けましたが、 その音にお父さんやお母さんが目をおさましになると大変だと思って、後ろを振り返ってみました。物音にすぐ目の覚めるお母さんも、その時にはよーく寝ていらっしゃいました。僕はそーっとふすまを閉めて、中の口の方に行きました。 いつでもそこの伝統は消してあるはずなのに、その晩ばかりは昼のように明るくなっていました。何でもよく見えました。中の口の帽子かけには、お父さんの帽子の隣に、僕の帽子が威張り腐ってかかっているに違いないとは思いましたが、なんだかやはり心配で、 僕はそこに行くまでなるべくそっちの方を向きませんでした。そしてしっかりその前に来てからパーをするように急に上を向いてみました。お父さんの茶色の帽子だけが知らん顔をしてかかっていました。 あるに違いないと思っていた僕の帽子はやはりそこにもありませんでした僕はせかせかした気持ちになってあっちこっちを見まわしましたそうしたら中の口の格子戸に黒いものが挟まっているのを見つけ出しました点灯の光でよく見ると 驚いたことには、それが僕の帽子らしいのです。僕は夢中になって、そこにあった草履を引っ掛けて飛び出しました。そして格子戸を開けて、ひしゃげた帽子を拾おうとしたら、不思議にも格子戸が、一人でに音もなく開いて、帽子がひょい 往来の方へ転がり出しました。格子戸の向こうには雨戸が閉まっているはずなのに、今夜に限ってそれも開いていました。けれども僕はそんなことを考えてはいられませんでした。帽子がどこかに見えなくならないうちにと思って、慌てて僕も 帽子戸のあきまからかけだしました。見ると帽子は、投げられた円盤のように、二三軒先をくるくるとまわっていきます。風も吹いていないのに、不思議なことでした。ぼくは何しろ、いっしょうけんめいにかけだして、帽子においつきました。まあよかった。 と安心しながらそれを拾おうとすると帽子は上手に僕の手から抜け出してコロコロと二三軒先に転がっていくではありませんか僕は大急ぎで立ち上がってまた後を追いかけましたそんなふうにして帽子は僕につかまりそうになると二軒転がり 三軒転がりして、どこまでも僕から逃げ延びました。四角の学校の道具を売っているおばさんのところまで来ると、帽子のやつ、そこに立ち止まって、駒のように三四辺横回りをしたかと思うと、調子をつけるつもりか、ちょっと飛び上がって、地面に落ちるや否や、 学校の方を向いて驚くほど早く走り始めました。みるみる歯医者のちの前を通り過ぎて、始終僕たちをからかう小僧のいる酒屋の天水桶に飛び乗って、そこからまたキリキリ舞いをして桶の向こうに落ちたと思うと、今度はハス向こうの 三軒長屋の格子窓の中ほどのところを風に吹きつけられたようにかすめて通ってそれからまた往来の上を人通りがないのでいい気になって走ります僕も帽子の走る通りを右に行ったり左に行ったりしながら追いかけました 夜のことだから、そこいらは気味の悪いほど暗いのだけれども、帽子だけははっきりとしていて、気象までちゃんと見えていました。それなのに帽子はどうしても捕まりません。はじめのうちは面白くも思いましたが、そのうちに悔しくなり、腹が立ち、 しまいには情けなくなって泣き出しそうになりました。それでも僕は我慢していました。そして、おい、待ってくれと声を出してしまいました。人間の言葉が帽子にわかるはずはないと思いながらも、声を出さずには いられなくなってしまったのです。そうしたらどうでしょう。帽子が、その時はもう学校の正門のところまで来ていましたが、急に立ち止まって、こっちを振り向いて、やーい、追いつかれるものなら追いついてみろ。 と言いました。確かに、帽子がそう言ったのです。それを聞くと僕は、何くそ、と負けない気が出て、いきなりその帽子に飛びつこうとしましたら、帽子も僕も一緒になって、学校の正門の鉄の扉を、何のくもなく突き抜けていました。 と思うと、思う僕は梅組の教室の中にいました。僕の組は松組なのに、どうして梅組に入り込んだかわかりません。飯本先生が一銭どうかを一枚皆に見せていらっしゃいました。これを何枚飲むとおなかの痛みが治りますか お聞きになりました。一枚飲むと治ります。と、すぐ答えたのは、暴れ坊主の栗原です。先生が頭を振られました。二枚です。と、今度は、おとなしい伊藤が手を挙げながら言いました。 よろしい、その通り。僕は、伊藤はやはりよくできるのだな、と感心しました。おや、僕の帽子はどうしたろうと、今まで先生の手にあるどうかにばかり気を取られていた僕は、不意に気がつくと、 大急ぎでそこらを見回しました。どこで見失ったか、そこいらに帽子はいませんでした。僕は慌てて教室を飛び出しました。広い野原に来ていました。どっちを見ても短い草ばかり生えた広い野です。 ふくらに曇った空に僕の帽子が黒い月のように高くぶら下がっています。とても手も何も届きはしません。飛行機に乗って追いかけてもそこまでは行けそうにありません。僕は声も出なくなって恨めしくそれを見つめながら地段田を踏むばかりでした。 けれども、いくら地段打を踏んで睨みつけても、帽子の方は平気な顔をして、そっぽを向いているばかりです。こっちから何か言いかけても、返事もしてやらないぞ、というような、意地悪な顔をしています。お父さんに、帽子が逃げ出して、天に登って、まっ 黒なお月様になりました。と言ったところが、とても信じてくださりそうにはありませんし、明日からは帽子なしで学校にも通わなければならないのです。こんな馬鹿げたことがあるものでしょうか。あれほど大事に可愛がってやっていたのに、 帽子はどうして僕をこんなに困らせなければいられないのでしょう。僕はなおなお悔しくなりました。そうしたらまた涙という厄介者が両方の目からポタポタと流れ出してきました。野原はだんだん暗くなっていきます。 どちらを見ても人っ子一人いませんし人のうちらしい日の光も見えませんどういうふうにして家に帰れるのかそれさえわからなくなってしまいました今までそれは考えてはいないことでしたひょっとしたら タヌキが帽子に化けて、僕をいじめるのではないかしら。タヌキが化けるなんて、大嘘だと思っていたのですが、その時ばかりは、どうもそうらしい気がして、仕方がなくなり始めました。帽子を売っていた東京の店が、タヌキの巣で、お父さんが化かされていたんだ。 タヌキが僕を山の中に連れ込んでいくために、第一にお父さんを化かしたんだ。そういえば、あの帽子はあんまり僕の気に入るようにできていました。僕はだんだん気味が悪くなって、そっと帽子を見上げてみました。そしたら、 真っ黒なお月様のような帽子が小さく丸まったタヌキのようにも見えましたそうかと思うとやはり奥の大事な帽子でしたその時遠くの方で奥の名前を呼ぶ声が聞こえ始めました 泣くような声もしました。いよいよ、タヌキの親方が来たのかな、と思うと、僕は恐ろしさに背骨がぎゅっと縮み上がりました。ふと僕の目の前に、僕のお父さんとお母さんとが、目まきのままで、目を泣き晴らしながら、大騒ぎをして、 僕の名を呼びながら探し物をしていらっしゃいます。それを見ると僕は悲しさと嬉しさとが一緒になっていきなり飛びつこうとしましたが、やはりお父さんとお母さんも狸の化けたのではないかとふと気がつくと、なんだか薄気味が悪くなって飛びつくのをやめました。 そして、よーく二人を見ていました。お父さんもお母さんも、僕がついそばにいるのに少しも気がつかないらしく、お母さんは僕の名を呼び続けながら、タンスの引き出しを一生懸命に尋ねていらっしゃるし、お父さんは、涙で曇るメガネを拭きながら、 本棚の本を片っ端から取り出して見ていらっしゃいます。そうです。そこには、うちにある通りの本棚とタンストが来ていたのです。僕はいくらそんなところを探したって僕はいるものかと思いながら、しばらくは見つけられないのをいいことにして、 黙って見ていました。どうも、あれがこの本の中にいないはずはないのだがなあと、やがてお父さんがお母さんにおっしゃいます。いいえ、そんなところにはいません。またこのタンスの引き出しに隠れたなりで、 いつの間にか寝込んだに違いありません。月の光が暗いのでちっとも見つかりはしない。と、お母さんはいらいらするように泣きながらお父さんに返事をしていられます。やはりそれは本当のお父さんとお母さんでした。それに違いありませんでした。 あんなに僕のことを思ってくれるお父さんとお母さんが他にあるはずはないのですもの。僕は急に勇気が出てきて、顔中がニコニコ笑いになりかけてきました。わっと言って二人を驚かしてあげようと思って、いきなり大きな声を出して二人の方に走り寄りました。 ところがどうしたことでしょう。僕の体は学校の鉄の扉を何のくもなく通り抜けたように、お父さんとお母さんとを空気のように通り抜けてしまいました。僕は驚いて振り返ってみました。お父さんとお母さんとはそんなことがあったのは少しも知らないように、 相変わらず本棚とタンス等をいじくっていらっしゃいました。僕はもう一度二人の方に進み寄って二人に手をかけてみました。そうしたら二人ばかりではなく本棚までもタンスまで空気と同じように触ることができません。 それを知ってか知らないでか、二人は前の通り一生懸命に泣きながらしきりと僕の名を呼んで僕を探していらっしゃいます。僕も声を立てました。だんだん大きく声を立てました。お父さん、お母さん、僕ここにいるんですよ。 お父さん、お母さん。けれども、だめでした。お父さんもお母さんも、ぼくのそこにいることは、少しも気づかないで、夢中になって、ぼくのいもしないところを探していらっしゃるんです。ぼくは情けなくなって、本当に、 おいおい声を出して泣いてやろうかと思うくらいでした。そうしたら、僕の心にえらい知恵が湧いてきました。あの狸帽子が天のところでいたずらをしているので、お父さんやお母さんは僕のいるのがおわかりにならないんだ。そうだ。 あの帽子に化けている狸親父を性抜するより他はない。そう思いました。で僕は空中にぶら下がっている帽子をめがけて飛びついてそれをいじめて白状させてやろうと思いました。僕は高飛びの身構えをしました。レデ on the mark, get set, go! 力いっぱい跳ね上がったと思うと、僕の体はどこまでもどこまでも上の方へと登っていきます。面白いように登っていきます。とうとう帽子のところに来ました。僕は力み返って、 帽子をうんとつかみました。帽子が痛いと言いました。その表紙に帽子が天の釘から外れでもしたのか、僕は帽子をつかんだまま真っ逆さまに下の方へと落ち始めました。どこまでもどこまでも、もう草原に足がつきそうだと思うのに、 そんなこともなく、再現もなく落ちていきました。だんだん底らが明るくなり、雷が鳴り、しまいには目も開けていられないほど、眩しい火の海の中に入り込んでいこうとするのです。そこまで落ちたら、焼け死ぬかはありません。 帽子が大きな声を立てて、助けてくれ、と怒鳴りました。僕は恐ろしくて、ただうなりました。僕は、誰かに、身をゆすぶられました。びっくらして目を開いたら、 夢でした。雨戸を半分開けかけたお母さんが、僕のそばに来ていらっしゃいました。あなた、どうかおし替え。大変にうなされて。お寝ぼけさんね、もう学校に行く時間が来ますよ。 とおっしゃいました。そんなことはどうでもいい。ぼくはいきなりまくらもとをみました。そうしたらぼくはやはりごしょをだいじにひさしのピカピカひかる2円80銭のぼうしをみぎてでにぎっていました。 ぼくはずいぶんうれしくなってそれからニコニコとおかあさんのかおをみてわらいましたどくもみのすきなしょちょうさんみやざわけんじ。宮沢賢治 四つの冷たい谷川が、カラコン山の氷河から出て、ゴーゴー白い泡を吐いて、プハラの国に入るのでした。四つの川は、プハラの町で集まって、一つの大きな静かな川になりました。その川は、普段は水も透き通り、 縁には雲や木の影も映るのでしたが、一辺洪水になると、幅十兆もある柳の生えた広い瓦が、恐ろしく吠える水でいっぱいになってしまったのです。けれども水が引きますと、元のきれいな白い瓦が現れました。 その河原のところどころには、葦やガマなどの岸に生えた細長い沼のようなものがありました。それは昔の川の流れた跡で、洪水のたびにいくらか形も変わるのでしたが、すっかりなくなるということもありませんでした。その中には、 魚がたくさんおりました。ことに、土壌となまずがたくさんおりました。けれども、プハラの人たちは、土壌やなまずは、みんなバカにして食べませんでしたから、それはいよいよ増えました。なまずの次に多いのは、やっぱり、 恋と船でした。それから早もおりました。ある年などは、そこに恐ろしい大きな蝶ザメが海から逃げて入ってきたという評判などもありました。けれども、大人や賢い子供らは、みんな本当にしないで笑っていました。 第一、それを言い出したのは、カミソリを二丁しか持っていない、下手な床屋のリチキで、少しも当てにならないのでした。けれども、あんまり小さい子供らは、毎日蝶ザメを見ようとして、そこへ出かけていきました。いくら真面目に眺めていても、そんな大きな蝶座目は、 泳ぎも浮かびもしませんでしたから、しまいにはリチキは大変軽蔑されました。さて、この国の第一条の、火薬を使って鳥を取ってはなりません。毒もみをして魚を取ってはなりません。という、 その毒もみというのは何かと言いますと、床屋のリチはこういうふうに教えます。山椒の皮を春の馬の日の闇夜に向いて、土用を二回かけて乾かし、薄でよくつく。その目方一貫目を天気のいい日に もみじの木を焼いてこしらえた木培七百もんめと混ぜる。それを袋に入れて水の中へ手でもみ出すことです。そうすると魚はみんな毒を飲んで口をあぶあぶやりながら白い腹を上にして浮かび上がるのです。そんな風にして水の中で死ぬことは この国の言葉では、エップカップと言いました。これは随分い,いい言葉です。とにかく、この毒もみをするものを抑えるということは、警察の一番大事な仕事でした。ある夏、この町の警察へ、新しい所長さんが来ました。 この人はどこかカワウソに似ていました。赤ひげがピンと跳ねて、歯はみんな銀の入れ歯でした。所長さんは立派な金のモールのついた長い赤いマントを着て、毎日丁寧に街を見回りました。ロバが頭を下げてると、 荷物があんまり重すぎないかと、ロバ追いに尋ねましたし、家の中で赤ん坊があんまり泣いていると、放送のまじないを早くしないといけないと、お母さんに教えました。ところがその頃、どうも規則の第一条を用いないものができてきました。あの河原の あちこちの大きな水たまりから、一向魚が釣れなくなって、時々は死んで腐ったものも浮いていました。また、春の馬の日の夜の間に、町の中にたくさんある山椒の木が、たびたびつるりと川を向かれておりました。けれども、所長さんも巡査も、 そんなことがあるかなあというふうでした。ところがある朝、手習いの先生のうちの前の草原で、二人の子供がみんなに囲まれて変わる変わる話していました。所長さんにうんと叱られたぞ。 所長さんに叱られたのかい少し大きな子供が聞きました。叱られたよ。所長さんのいるのを知らないで石を投げたんだよ。すると、あの沼の岸に所長さんが誰か三、四人と隠れて、毒もみをするものを抑えようとしていたんだ。 何と言って叱られた誰だ石を投げる者は。俺たちは第一条の犯人を抑えようと思って一日ここにいるんだぞ。早く黙って帰れ。って言った。じゃあきっとまもなく捕まるね。ところが、 それから半年ばかり経ちますと、また子供らが大騒ぎです。そいつはもう確かなんだよ。僕の証拠というのはね、ゆうべお月様の出る頃、所長さんが黒い衣だけ着て、頭巾をかぶってね、変な人と話してたんだよ。ね、そら、 あの鉄砲打ちの小さな変な人ね。そしてね、おい、今度はもう少しよく粉にしてこなくちゃいかんぞ。なんて言ってるだろう。それから鉄砲打ちが何か言ったら、なんだ、かしわの木の皮も混ぜておいたくせに、一票二テールだなんてあんまり無法なことを言うな。 なんて言ってるだろうきっと、山椒の皮の粉のことだよ。すると、もう一人が叫びました。あ、そうだ。あのね、所長さんがね、僕のうちから灰を二票買ったよ。僕、持って行ったんだ。ね。そら、山椒の粉へ混ぜるのだろう そうだ、そうだ、きっとそうだ。みんなは手を叩たたいたり、拳を握ったりしました。床屋のリチキは、商売が流行らないで暇なもんですから、後でこの話を聞いて、すぐ勘定しました。毒もみ収支計算。費用の部。一。 金二テール、山椒皮一票。一、金三十名巣、灰一票。計二テール三十名数なり。収入の部。一、金十三テール、うなぎ十三金。一、金十テール、その他見積もり。 計23テールなり、差し引き勘定20テール70名数所長利益。あんまりこんな話が盛んになって、とうとう小さな子供らまでが、巡査を見るとわざと遠くへ逃げていって、毒もみ巡査、なまずはよこせ。 なんて、力いっぱい、体まで曲げて叫んだりするもんですから、これではとてもいかんというので、は原の町長さんも、しかたなく、家来を6人連れて、警察に行って、所長さんに会いました。二人が一緒に応接室の椅子に腰掛けたとき、所長さんの金色の目は、どこかずーっと、 とくの方を見ていました。「所長さんご存じでしょうか近頃林野取締法の第一条を破るものが大変あるそうですがどうしたのでしょうはあそんなことがありますかなあ」。 どうもあるそうですよ。私の家の山椒の皮も剥がれましたし、それに魚がたびたび死んで浮かび上がるというではありませんか。すると所長さんがなんだか変に笑いました。けれどもそれも気のせいかしらと蝶々さんは思いました。はあ。 そんな評判がありますかなあ,ありますとも。どうも。そしてその、子供らがあなたの仕業と言いますが困ったもんですなあ。所長さんは椅子から飛び上がりました。そいつは大変だ。奥の名誉にも関係します。 早速犯人を捕まえます。何かお手がかりがありますかさあ、そうそう、ありますとも。ちゃんと証拠が上がっています。もうおわかりですかよくわかってます。実は毒もみは、 私ですがね。所長さんは、蝶々さんの前、顔を突き出して、この顔を見ろというようにしました。蝶々さんも驚きました。あなたやっぱり、そうでしたかそうです。そんなら、もう、確かですね。 確かですとも。所長さんは落ち着いてテーブルの上の鐘をひとつカーンと叩いて赤ひげのもじゃもじゃ生えた第一刀の探偵を呼びました。さて所長さんは縛られて裁判にかかり死刑ということに決まりました。いよいよ大きな曲がった刀で 首を落とされるとき、所長さんは笑って言いました。ああ、面白かった。俺はもう、毒もみのことと来たら、まったく夢中なんだ。いよいよ今度は、地獄で、毒もみをやるかな。みんなはすっかり、感服しました。 アヒルさんとニワトリさん村山和子親切なアヒルのお母さんニワトリさんがアヒルさんのところへ遊びに行きましたアヒルさんは鉛筆を5本もなくしてしまったので 困っています。アヒルさんはニワトリさんに言いました。僕はどうも鉛筆はお池の中にあるような気がするよ。とお池の中へ飛び込んで探し始めました。ニワトリさんは言いました。僕はどうも 畑の中に落っこちているような気がするよ。と、畑をほじくり返しました。けれども、見つかりませんでした。二人は一日中、ほじくったり潜ったりしたので、泥だらけになりましたので、アヒルのお母様がお風呂に入れてくださいました。そして、 こんなにきれいになりましたのでご褒美に鉛筆をくださいましたアヒルさんのお誕生日アヒルさんのお母さんはアヒルさんのお誕生日にニワトリさんとニワトリさんのお母さんをごちそうに呼びました 食堂に入ってごちそうを食べようとしますと、急に停電で真っ暗になりました。一時間ばかりして電気がついてテーブルの上を見ますと、たくさんあったごちそうは影も形もなくなっています。アヒルさんと鶏さんが暗いうちに食べてしまったからです。 アヒルのお母さんとニワトリのお母さんはがっかりしましたがしかたがありませんので紅茶だけで我慢しましたわがままを言ったばかりにアヒルさんはお母さんに 素敵な帽子を買っていただきましたが、気に入りません。学校へ行くのに、この通り、帽子を羽の下へ隠していきました。鶏さんは、新しいお靴を買っていただいたのに、あんまり新しすぎて恥ずかしいや、と言って、カバンの中へねじ込んで、はだしで学校へ。 学校へ行きますと二人は頭と足が痛くなりました。先生はすぐ二人を自動車に乗せてお家へ送り届けておっしゃいました。もう二三日は男の中でじっとしていないといけません。二人はベッドの中で泣きました。けれども、 いたし方ございませんでしたプールへ行きましたアヒルさんとニワトリさんはあつくてたまらないので黒と赤との水着を着てプールへでかけましたアヒルさんはすいえいのせんしゅなので 大得意になって水中メガネなんぞかけたりして泳ぎ回りました。鶏さんは怖くて水の中に入れません。高い木のてっぺんに止まってアヒルさんの泳ぐのを見ました。そのうちにアヒルさんは水の中にあんまり長くいたので寒くなって震え出しました。 鶏さんは高いところにいたので暑くて汗が流れました。それを見た親切なプールの番人の課長のおじさんが二人をボートに乗せてくれましたので二人はやっと寒さと暑さが止まって愉快に遊びました。 臆病なアヒルさんアヒルさんがある日、お母様さまからいただいたおいしそうな大きな桃を持っていますと後ろで「アヒルちゃんや」という声がしましたアヒルさんは後ろを振り向いてみると自分よりもっともっと大きなアヒルさんがつったっていますので 驚いて逃げました。桃を取られると大変だと思ったので、アヒルさんはニワトリさんのお家に入って、ニワトリさんと二人で、戸を内側から押さえて、桃をポケットの中へ隠しました。そして、窓から外を覗いてみますと、それはアヒルさんの お父様だったのです。まあ、なんて、アヒルさんは慌てのなんでしょう。アヒルさんとニワトリさんはのんきもの。アヒルさんとニワトリさんが見えなくなりました。お母さんたちは方々を探し回りましたけれど、 どうしても見つかりません。鶏さんとアヒルさんのお母さんは、探偵の犬さんのところへ行って、探してくれるように頼みました。探偵の犬さんは、早速やってきて、お花をくんくん鳴らして探しましたが、見つかりません。虫眼鏡で家の中を見回して、 犬さんは申しましまた。「なるほどなるほどここに足跡がちゃんとあります。ご心配いりません。お二人はたぶんこの戸棚の中で昼寝をしていらっしゃるんでしょう。そしてまったくいぬさんの言ったとおりでございました。 泥だらけののり巻き。鶏さんとアヒルさんは、お母さんにご馳走をこしらえていただいて、野原へ遊びに出かけました。途中で何が気に障ったのか、二人は急につむじを曲げ始めました。一方が走り出すと、一方はのろのろ歩いたり、 一人が左を歩くと、一人は右を歩いたりいたしました。やっと野原についてお弁当を食べることになりましたが、二人はおごちそうを見られると尺だと思って、バスケットを手で囲って肘を突っ張りました。すると、あんまり肘を突っ張りすぎたので、二人のバスケットは、 一度にコロコロとひっくり返りました。おごちそうは両方とも同じのり巻きだということだけはわかりましたが、お腹が空いていても食べることができません。なぜって、とろだらけになっちまいましたもの。 アヒルさんとニワトリさんは仲良しお三時に紅茶を飲みましたニワトリさんはチビチビとアヒルさんはガブガブとこれは二人の生まれつきだからどうにも仕方ございませんアヒルさんのお茶碗はすぐ空っぽになりました あんまりはやくのみすぎて、まだまだたりません。それをみたにわとりさん。まだいっぱいあるので、はんぶんだけわけてあげました。あとでにわとりさんがすなあそびをしたくて、うらのにわへすないじりにいこうよ。といいましたら、あひるさんはみずあそびがしたかったけれど、うん。 いいともと言ってうらの庭へ行きましたふたりはきょうは朝からとても仲がよろしいのですいじめっこの犬さんアヒルさんとニワトリさんにこのごろひどくこまったことがあるのです。 それは、毎日学校に行く途中の曲がり角に犬さんがいて意地悪をするのです。二人は怖くて仕方がないので、遠回りをして学校に行きましたが、やはり犬さんが学校の門に隠れていて、あかんべえをしたり、飛びかかる真似をしたりします。犬さんの家は洗濯屋で、 お父さんの犬さんは、毎日鶏さんとアヒルさんのうちにご用聞きに参ります。二人は恥ずかしくて仕方がありませんでしたが、犬さんのお父さんに、犬さんに意地悪をしないように言ってください、と頼みました。洗濯屋の犬さんは、はいはい、よろしゅうございます。 と言いましたので二人は大変安心いたしました「猫の大芝居」「福娘童話集」昔々「むか あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。二人は若い頃から一生懸命働いてきましたが、ちっとも暮らしが楽になりません。それでも不平も言わずに、毎日元気に働けるのは神様のおかげです。 神様に感謝しながら暮らしていました。ある日のこと、おじいさんが言いました。わしらにも子供があるとよかったのだが、本当ですね。いまさら子供は無理ですけど、せめて猫の子でも飼いたいですね。 するとその日の夕方、どこからともなく一匹のブチ猫が迷い込んできたのです。これはきっと神様が授けてくださったに違いない。この猫を今日から私たちの子供にしましょう。おじいさんとおばあさんは猫に ブチという名前をつけてそれはそれは大事に育てましたブチもすっかり二人になついてどこへでもついてきてニャーニャーと甘えます二人はブチがかわいくておいしいものがあると自分たちが食べないでもブチに食べさせます こうして十三年も経つうちに、小さかったブチもすっかり年寄りになりました。賢いブチは自分で障子の開け閉めもできれば、留守番だってできますが、年をとったために動きが鈍くて、庭で遊んでいる小鳥にまでからかわれる始末です。 ところが、ブチよりも、おじいさんとおばあさんの方が、もっと体が弱ってきて、畑仕事や、川へ洗濯に行くのもしんどくなってきました。ある晩、おばあさんが言いました。おじいさん、私たちも随分年をとったけど、ブチも人間なら、 私たち以上の年寄りです。これでは、どちらが先に死ぬかわかりません。うまい具合に、ブチが先に死んでくれたらいいのですが、私たちが先に死んだらどうしましょう。そうだなあ。できることなら、みんなで一緒に、あの世へ行けたら嬉しいのに。 はいろりのふちでいねむりをしながらふたりのはなしをきくともなしにきいていましたがとつぜんからだをおこすとふたりのあいだにすわりまえあしをきちんとそろえていいました「おらながいあいだふたりにかわいがってもらいましたがそろそろおひまをいただきたい」。 猫がいきなり口を聞いたので、おじいさんもおばあさんもびっくりして顔を見合わせます。それでもおばあさんがぶちに言いました。まさか、お前に人間の言葉がわかるとは思わなかったので、とんだ話を聞かせてしまった。私たちはまだまだ元気だから、安心してここにいてくれ。 おじいさんも、ぶちの背中をなでながら、そうさ、かわいいお前を残して、誰が死ぬもんか。死ぬときは、おばあさんもお前も一緒じゃよ。と言いました。すると、ぶちが言いました。お二人の気持ちは、ほら、涙が出るほど嬉しいです。 でもやっぱり、これ以上心配をかけるわけにはいきません。ところで、二人とも芝居が大好きでしたね。可愛がってもらったお礼に芝居を見せたいと思いますが、どんな芝居がいいですか芝居なんかいいから、このまま一緒にいてくれ。いいえ。 おらも、そろそろ仲間のところへ戻りますから。そう言われると、おじいさんもおばあさんも引き止めることはできませんでした。さあ、どんな芝居を見たいか言ってください。そうさなあ。何しろ芝居を見たのは若い頃で、 それも、中心蔵という芝居を一回きりです。そうだ、中心蔵が見たい。二人は同時に言いました。それでは、中心蔵を始めから終わりまでたっぷり見せてあげましょう。うちは長い髭をピンと伸ばして、 では、本当に長い間、お世話になりました。来月三日のお昼、裏山の空き地へ来てください。というと、おばあさんにつけてもらった首の鈴を鳴らしながら、家を出て行きました。次の日からは、うちのいない寂しい暮らしです。 ああ、無事に会いたい。早く三日が来ないかな。おじいさんもおばあさんも三日が来るのを指折り数え、やがて三日がやってきました。おじいさんとおばあさんはお昼になるのを待ちかねて裏山へ登っていきます。でも、空き地には 大きな石が転がっているだけで誰もいません。猫は年をとると化けるというが、こりゃぶブチのやつに騙されたのかな。いいえ、うちのブチはそんな猫じゃありません。きっとやってきます。二人で話し合っていると、 近くの草むらで、ちりりんと、鈴の音がしました。それ来た。あの鈴の音は、ブチのものに違いない。そう言って、おばあさんが立ち上がると、草の中からひょいっと、ブチが現れました。おじいさん、おばあさん、よく来てくれました。さあ、 そこの石に座って、ゆっくり見物していってください。うちは丁寧に頭を下げると、草の中に姿を消しました。その途端、チョンという拍子木の音が響いて、草原の中に立派な舞台が現れました。後ろには白い幕も張ってあります。 こりゃあすごい、本物の舞台だ。二人がびっくりしていると、さっと幕が開いて、役者が次々と舞台へ出てきました。どの役者もきれいな衣装をつけていて、後ろにはシャミセンを引く人や歌を歌う人がずらりと並んでいます。やがて芝居が始まりました。 どの役者も実に芝居が上手で、二人はただもう夢中で舞台を眺めました。うまいなあ、なんて綺麗だ。幕が開いては閉まり、閉まっては開き。中心蔵の長い芝居が終わった時には、まるで夢の中にいる気分です。 よかったねおじいさん。ああ、こんな立派な芝居を見るのは生まれて初めてじゃ。二人がほっとして、もう一度前を見たら、舞台は跡形もなく消えていて、元の草原に変わっていました。にゃー その時、どこかで猫の鳴く声がしました。でもブチは、それっきり、二度と姿を見せなかったそうです。おしまい。